that shows who's in secret and who I not stalking why. And all that shows cool man to shine clubbing Kori no gin to hi no piano de Yoro tomo ete odori akaso. And all that シカゴという作品も向こうではもうずっと続けられてもう30年とか20年、ね、やってるっていう作品だと思うんですけど、その愛されてる作品をこう乗り込んでやったっていう、あえてね勇気ある行動ですよね。ニューヨークタイムズに書かれましたよね寿司屋にツナサンド持ってくるかって書かれたんですけど、それもすごくいいアメリカ的ジョークとして受け止めて、で確かに宝塚としてだともっとね、なんかそれこそベルサイユのバラとかそういうものを持っていくべきなんでしょうけれども、私たちはやっぱ宝塚 OG としての公演として行ってるのでっていうのと、もう一つはそのシカゴという宝塚の真逆の世界を私たちが宝塚の OG が演じるっていうところにやっぱり意義があると思うんですね。ニューヨークのそのリンカーンセンターで体験したことと、それからアンバサダー劇場で拝見したシカゴと、そういうものを全部ミックスしていいものをみんなが持ち帰ってきたと思うので、それをこう日本のお客様にぶつけられたら一番いいなと思います。やっぱりでも宝塚ファンの方々というか、宝塚にすごく興味を持ってくださったっていうのはやっぱアンコールだよね。ニューヨークだけ宝塚のショーが20分30分ぐらいあって、皆さんは羽を背負ってっていうのは、そういうのはニューヨークでしか見れないショーがあったので、それは私たちだけにしかできないシカゴとショーっていうものをお見せできたんじゃないでしょうか。あれが余計あったから良かったんでしょうね。何よりも羽を対談してまさか背負わせていただくと思わなかったので、こんな、なんかニューヨークに行ったことと同じぐらい羽を背負った自分にびっくりしましたけれども、本当に20分ぐらいの短い時間だったんですけれども、宝塚のなんかこう全てのエッセンスを三木先生が盛り込んでくださって、それをなんかお客様が本当に楽しんでくださっていたので、なんかあの歓声を聞いた時に、はい私たち宝塚ですってなんか自分が改めてこう胸を張れるようなそんな気がしました。なんかあすごい受け入れられてるこれがと思って、そしたらなんか宝塚のショーに自分がもう現役の時に立ってるような気持ちにだんだんなってきまして、私そうだ宝ジェンヌだったんだいうのをまた再認識させてもらって、そしてそのおかげで今ここに自分がいるっていうのも改めて確認というか感じることができたショーでした。はい、全員だってその宝塚アンコールっていうショーの中では見事に現役っていうかそれより男っぽかったじゃないですかいやそういうならベルマットかロキシーちゃんをやってる演技着るだけで顔が変わって、同じ衣装も何も変えてないのに、みんな髪型も一緒なのにみんな人相が変わる。ショーの中では例えば浅地さんが男で谷ちゃんとミズちゃんが女で絡むっていう場面だったんですけど、で最後が心のふるさとで私が歌ってて全員が演技で出てきてっていうのだったんですね。でその最初にミズちゃんと谷がこう上下から出てくるんだけど、この頭なのに顔がそうね、そう、すごかったね、びっくりでしたね。歩き方ももう男役みたいになってたね。すぐ戻れるね。なんかいつの間にかなんかやっぱり演技着ると精神も変わるというか、もう何も考えなくても歩き方が男になるみたい。ちょっと気持ちよかった。ちょっと気持ちよかった。はい、気持ちよかったです。そうですね、本当に男役魂に火がつくじゃないですけど、もう演技来た瞬間にその思い出しますし、あの時間にトリップしますし、ニューヨークでお見せしたのはほんの一部なので、もう宝塚の素晴らしさってもっともっとこんなもんじゃないのよって思いながら、もうもしもうこれできっかけに なるんだったら、もうぜひも宝塚見に来ていただきたいなと思いましたし、私たちももっともっといろんな場面をみんなでお見せできたらななんて思いました。そうそう、
はい、普段ブラジルに住んでいらっしゃいますけども、はい、あのリオ五輪のですね、こう地元での盛り上がりとかのね、あの治安問題とかちょっとこう懸念されてます。実際どうなんですか、地元で。いや、治安は悪いんですよいや本当になんです。であのすごい知り、私はサンパウロで東京と大阪ぐらい離れてはいるんですけど、リオのちょっと宿泊施設が足りないので、うちの方にもいろんな方がやっぱり関係者の方とかでも来て、サンパウロからリオに行ったり来たりしてる方多いんですけど、とにかく無事に会場に行くことがまず第一前提で、その後が応援することとか、応援する方はで、選手さんたちなんかも本当にやっぱりいかにきちんと試合までにあの整えて、何事もないように、そう会場でもだし、まあ宿泊施設とかもね、いろいろ問題があったらしいので、でもやっぱり盛り上がりはものすごいって言ってました。リオの方はとにかくすごいって言って。じゃあチケット売れてないですか。でもね、やっぱりあの日本と違って、なんていうんですか、あのなんと言っていいんでしょう、お金がある人とない人の差があまりにも激しい国なので、やっぱりお金がある方たちは簡単にチケットを買えるし、向こうにも行けれるんですけど、ね、誰もが行けれる世界じゃないから、広いしね、広いし、それで治安が悪い悪いって言われてるから、あまり来なくなっちゃってるところがあるのかもねと思うんですけど、でもすごい盛り上がってるって言ってましたね。そうだね、体操日本がまたね10年ぶりに復活したっていうので、ちょっとあの予選が4位だったんで心配しましたよね、確かに。でもすごい、あのなんだろう、あ神が降りたのかしらと思いました、金取ったって聞いて。だからやっぱそういうふうに、あの今オリンピックでも頑張ってる方を拝見して、私たちにも神が降りるようにね、はい、頑張りたいですね、はい。